かったのよね。そう、まあでもあの広さの割にはまあもう十分かぐらいだったかも、うん、で2人でとりあえずお酒頼みますか。でも私、え、うちらその前にトイレに行けなかったっけ、あれ違ったっけ、一旦トイレ行かなかった、一旦トイレ逃げたよね。一旦トイレ行きました。つまりスワーって歩いてからスーッとトイレの方行ってなるほどねっつってなんかアンジュ様がその時ダサいダサいみたいな言っていや、まあうちも自然と言ったけどあまりにダサいなと思ってそれでお酒飲んで、飲んだ壁にか、私があの前も話した気がするけど、その例のね、あの縦乗り、腕組んで端っこの方でこう縦乗りしてたらプロというかなんかクロートに見えるらしいって話をしてね、まずサロメさんがのんやってるところ、うちがちょっと離れてからこう見て、サロメさんこうやっててボイ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 っつって私も やるわっつってやったらめっちゃ笑ってたよ、その時遠くで。それなんで笑ってたかって言ったら、もう馴染んでて笑ったのよ。いるいるいるみたいなこういう人いるみたいになったんだ。なんか通い慣れてそうと思って、もう腕組み立てよりは本当にあり、割と海外の方率がすごい高くて、すごかったですわよね、その海外の方に。うんうん、なんか多分日本の方がなんかフォーみたいな感じ言ってて3回ぐらい、あそこだったたら混ざれんじゃないかみたいな、混ざっていけんじゃないかって言ってたけど混ざりませんでした。ダンスタイムみたいなのがあって、あ、ありました。そう、ダンサーさんが踊ってんだけど、あれすごいよかった。ちょっと布面積の少ない女性方がお立ち台みたいなところでヒューって踊ってて、すごいお上手だったのよ。いや、よかった。なんか可愛いとセクシー系だった感じがする、うんうん、お金を挟むのがあってあのどうしても挟みたくて、私あの胸またはお尻に挟むことが可能で、でもなんか逆にそれするのが多分流儀というか、実際自分がダンサーさん側だったら大事じゃないかなって思いますけど。そうそう、いそいそとカバンからこうあのお金出して千円札、千円でいいのかなとか言いながら、千円か1万円かめちゃくちゃ悩んでらして どっちみたいな、本当にずっと挙動っててダンスタイム終了して、あしかもその時サロメさんが調べてくれようとしてスマホでさ、で他の方どうやってんだろうみたいなんとかも、そう、それカメラでさ、ちょやめてそれ言わないでもうそれちょっとセクハラっぽいからセクハラじゃないか、セクハラの話じゃないですからね。あ、ちなみにセクハラではないです。そこ勘違いしてくださいね。まあそう、なんとかして、まあ、ちょっと曖昧に言うと、なんとかして1万円か1000円かを調べようとしてた。そうそうそう、みんなあれいくらいくらってどん近づいて、わからんわからんわからんっつってずっと見て、払うべきでしたわね、あれやっぱり。そのちゃんと、いや、あれやりたかった。いや、でも、うん、なんか本当に見せてすごかったから、ちゃんとやっぱもらったものにはやっぱありがとうございますの気持ちで。いや、そう、あれやりたかったな。払うべきだった。あれはもう手渡しでいいから払いたかったです。